はい、どうもこんにちは、ゆうこりです。今回ですね、モンスターハンターコラボの、最強キャラランキング作っていこうと思います。今回はね、4パターンかな、分けて発表したいと思います。まずは星5キャラランキング、次に星6キャラランキング、3つ目に星7キャラランキング。これに関しては、武器とモンスターどちらの評価も足して、それでランキング付けしようと思います。で、4つ目に武器キャラランキングをしていこうと思います。まあ多分ね、普通にめっちゃ解説すると超長くなるんで、今回はねサクサクってやっていこうと思います。で、一応僕全キャラも持ってはいるんですが、武器も作ってないキャラもいたりね、あと育成してないキャラもいたりするので、あくまでもう完全にね、あ、ユークルのなんか独断と偏見で決まってるんだな、みたいな。あ、こういう意見もあるんだな、ぐらいの気持ちで見ていただければね、非常に楽しく見てもらえるかなと思っておりますので、よかったらね、そんな感じで見てもらえればなと思います。一応ね、7万円使ってガチャをね、コンプしたんで安心してください。ということでね、今回も最強キャラランキング話していこうと思います。まあ、星5キャラをね、詳しく全部解説するとあれなんで、まずは7位から4位までサクッと話していこうと思います。まずは第7位ですね、ガムートですね。もうこれは詳しくは話しません。使いづらいというのがね、全て原因となっています。今の環境において使えないという点からね、評価は下がってしまうのは仕方ないものなんじゃないかなと思います。はい、続きまして第6位ですね。第6位はこちら、ティガレックスとなっています。はい、まあ一応ね、こっちのキャラとしてはね、筆記、お邪魔の変化、三色陣ですね。三色陣なんで悪くはないんだけど、まあ実際そんな使わないっていうのと、あとね、アシスト武器がね、攻撃強化3つ持ちなんでね、たまに使えます、ランキングダウンジョンにおいて。ただたまに使えるだけであって、そこまで使えないという点から第6位かなと思います。はい、そして第5位はベリオロスになっています。全ドロップを水、光、回復ドロップに変化、敵の行動2ターンを遅らせる。このスキルだけは非常に一流ではあるんですが、アシスト武器がね、回復強化2つにバインド回復2つ。まあこれ少し強いんですが、まあめちゃくちゃ必要かと言われれば意外と必要じゃないところが多いという点からね、まあ第5位がね、妥当なんじゃないかな。はい、まあね、ここら辺からかなり使えるキャラになってきています。まずは第4位、ライゼクスですね。ライゼクスもちろん進化前はね、ランク外なんですが、ランク外ってもランク低いんだけど、進化後ですね、こちらの武器が、覚醒用キラー、強化合成用キラー、売却用キラーという点からね、非常に強いんですよね。覚醒がめちゃくちゃ強い。で、しかもこれ多分替えがないので、今の環境において、覚醒用キラー、売却用キラー、強化合成用キラーの武器を持っているキャラがいないので、非常にその点で強いというところを評価しています。で、さらにスキルもね、まあ、2ターンチェーンっていうのは一応ね、溜まってしまっても意外とまあ、使えるかなっていうスキルではあるので、今回は第4位が、ライゼクス装備という風になっています。ということで第3位からやっていきましょう。はい、ということで、星5キャラランキング第3位ですね。第3位はこちらになります。はい、こちらパウルムですね。パウルム装備が第3位になっています。パウルム自体もね、回復キラー2個持ちで、さらにバランスタイプなんで回復キラーつけると悪くないんですが、やっぱり星5は武器が強いですね。ウルームスマッシャーですね。これがお邪魔耐性3つ持ち武器で、スキルが全ドロップを水闇回復ドロップに変化、2ターンの間にドロップ操作時間が 1.5 倍というね、無駄のないスキルということで、これが非常に強いというところから第3位はパウルムという風になっています。はい、ということで星5ランキング第2位ですね。第2位はこちらになっています。はい、こちらですね、ナルガクルガですね。まあそうですね、暗闇耐性として有名なキャラですが、まあ理由でね、実は進化前もまあまあ強くて、6コンボ以上で攻撃力が6倍、ドラゴンタイプの攻撃力と回復力が 2.5 倍、15倍出るね、4秒固定キャラとして昔一時期入りましたよね。スキルも闇属性のパーティーにおいては、自分以外の味方スキルが1段溜まって、左から2列目の縦位置と闇ドロップに変化っていうね、悪くないスキルではありましたが、こちらですね、やはり未だに現役なこの暗闇耐性武器が非常に強い。今これに勝てるキャラって本当にもう少ないし、まあ、唯一ちょっとコマさん武器がね、まあこれを上回るような強さにはなっていますが、言っても強い12ターンの武器となっています。はい、やはり最近はね、暗闇を敵化してくることも増えましたし、聴覚性もね、非常に面倒くさいものとなっていますので、やはりそれをね、3つ目、まあ 60% ですね、これをつけるだけで 60% 対策できるというのは非常にでかいので、やはり文句なしの第2位という風になっています。まあ第1位はね、そうですね、もう全キャラ紹介してるんでこいつしか残ってませんね。はい、リオレイヤーとなっています。まあね、進化前自体は正直全然強くない、正直全然強くないです。使ってる人はほぼいないと思います。はい、いやー、やばいですね。まさかの実装されてからずーっと現役になるとは多分誰も思ってなかったでしょうね。そうなんですよね、パズドラがこの代用武器をほとんど出さないことによって、未だにずーっと現役として生きてるのが、このクラリチェ・レイピアという風になってます。バケモンです。はい、まあね、毒耐性武器としてね、名を知らしめているクラリチェ・レイピアですが、まあその通りね、覚醒スキルは毒耐性3つに攻撃強化というね、毒耐性が3つあると。で、さらに強いのがスキルで、サマーソルト尻尾攻撃。敵全体を超猛毒にする。敵の行動を2ターン受けらせる。
これが本当に強くて、毒にすることによって、状態異常さえなければね、根性持ちのキャラも倒せるし、例えばね、裏道具上で言うと橋姫とかですね、そこら辺をスキルでね遅延させてから倒すっていう方法があって、そういう点からね常に刺さり続けている超強いキャラとなっています。はい、まずはね、星5キャラを話させてもらいました。星5キャラに関しては実はそれなりに自信があって、まあ、用途によってね、キャラは違うんですが、多分1位、2位、3位はね、ほぼ全員の方がこれをね、並べると思います。そんぐらいに強いキャラたちですね。なのでね、まあ、あくまでこの3体を引いた方は間違えて売るなんてことが絶対にないようにしていただければ、損することはないと思います。本当に強い。てか、シーズンならライゼクスも、ディガレックスも絶対行ってほしい。ベリオロスも行ってほしい。ガムートはいらんっていう感じなんでね、ぜひゲットしてほしいキャラたちとなっています。はい、ということで第9位からも発表していこうと思います。ここからはね、僕が用意できなかった分をねリスナー様から画像をいただいたりしたんでね、本当に協力してくれた方ありがとうございます。協力してくれた方の画像とも踏まえながらね、評価のお話していこうと思います。まあ、まずは第9位ですね、レイギャヌでございます。まあね、悪くないキャラではあるんだけど、なんか実際ねいらないよね今の環境で。HP 強化3つ持ってるから使えそうっていうところぐらいで終わっちゃうようなキャラですね。リーダースキルは256倍出るんですけど、実際そんな使わない、軽減も HP 割率もないからねっていう感じで、進化前は微妙と。で、武器は悪くない性能してるんだけど、実際今の環境そこまで必要性がないという点からね、ロゼッテスカイは、第9位という風になっています。はい、で続いて第8位ですね、ヴァルファルクになっています。はい、こんな感じでね、まあ覚醒スキルはね、2V に7コム強化っていう感じなんだけど、スキルがね敵全体に1000の固定ダメージ、全ドロップを火、水、木、光、闇ドロップに変化、ここに関しては意外と悪くないかな。でもリーダースキルがね4秒固定、5色同時攻撃で攻撃力が10倍、ドラゴンタイプの HP と攻撃力が2倍、今の環境全くもって使わないリーダースキルという点からね、なんだかんだ使えないんですよね。ただこいつがなんでじゃあ第8位になっているかというと、アシスト武器ですね、 2way プラス暗闇耐性っていうね、この2つがまずめっちゃ強いです。 2way プラス暗闇耐性、そして攻撃強化っていう武器ですね。でさらにスキルもね8ターンで打てて1000の固定ダメージで全ドロップを火、水、木、光、闇ドロップに変化っていう点がね、まあまあ強いというところを評価して、武器性能だけで第8位にランクインしています。はい、ということで第7位ですね、第7位はリオレウスという風になっています。はい、覚醒は7コム強化にドロ強と悪くないしね、スキルはランダムでヒドロップを6個生成、ヒドロップを強化が7ターンと悪くはないんですよね。でリーダースキルは火の3個以上でダメージを軽減、攻撃力が 2.5 倍、強化ドロップを含めて5個消しした毒性の攻撃力が5倍と、意外と強そうに見えて3コンボ必須なんで、まあ実際強くないってパターンですよね。だからキャラとしてはスキル悪くないけど、まあ使うことはないかなって感じ。はい、ということで、ただ武器がね、強いんですよね。ヒドロ強4つということでね、非常にヒドロップがね、強くなると。はい、でね、火属性パーティーがこれからの時代来る可能性が、ね、全然あり得ますので、その時にね、活躍するんじゃないかなと思っています。スキルもそう考えるとね、ヒドロップを強化するスキル、で、かつランダムでヒドロップを6個生成って非常に強いと思うんでね、やっぱその点から第7位にリオレウス武器がランクインしています。はい、ということで、第6位ですね。第6位がデノバルドとなっています。本当はね、もうちょっと評価上げたかったんだけどね。俺が1年間ぐらい使ってたキャラなんで、まあ、さすがにそれはダメだということで、今回は諦めました。こんな感じで、追い打ち持ちのね、火属性のキャラクターとなっています。はい。で、スキルがね、1ターン内でドラゴンと攻撃タイプの攻撃力が2倍。右から2列目の横1列をヒドロップに変化と。で、リーダースキルがドラゴンと攻撃タイプの攻撃力、回復力が2倍。控えめの5個10シークにつき攻撃力が3倍と。まあ、リーダースキルともにね、そこまで使えないと思うんですが、ただ問題は武器ですね。はい、こちらです。未だにね、僕の武器としてね、前線で活躍してくれてるこのリオレウス武器なんですが、覚醒スキル、テープ耐性に強化合成をキラー2つ。これが非常に強い。刺さる男女においてはやばいです、この武器が。というところから、まずこの武器だけで超強い。さらにね、スキルが、1ターン内がドラゴンと攻撃タイプの攻撃力2倍っていうエンハンスプラス、右から2列目の横、縦1列をヒドロップに変化っていうね、変化なので、マシンヘラーとかのね、周回で昔使えたというね、そこら辺が非常に強いというところも踏まえて、今回は第6位としてランクインしています。はい、ということで第5位ですね。第5位はこちら、キリになります。はい、覚醒スキルは光レス強化4つというね、光の周回パーティーで明らかに使えそうな覚醒スキルをしてるんですが、プラススキルもね、1ターンの間1コンボ加算される最上の横1列を光ドロップに変化と、これによってね、光変換としてまさにこの覚醒と噛み合ったスキル、そしてリーダースキルが落ち込んだし、光属性の攻撃力と回復力が 2.5 倍、光は6個以上つなげて結束攻撃力が上昇最大 4.5 倍というね、もう明らかに尖った光の周回キャラとして使えるんですよね。 2.5×45 は、11.25 かな、11.25 倍だから、型をつけるだけでもね、かなり強いという感じでね、未だに周回パーティーとしての活躍をしているキャラとなっています。はい、で武器ですね。
はい、ということで、キリン武器ですな、光です強化3つに暗闇耐性、毒耐性と。で、かつ、この1ターンの間、1コンボ加算される最上段横いじると光ドロップに変化っていうスキルなんで、溜まってもいいアシストとして、光属性の周回パーティーにおいての活躍が見込める。さらに、未だに活躍しているというね、そこが非常に強いキャラとなっています。その点を踏まえて僕は第5位、キリンとさせていただきました。はい、ということで第4位ですね。第4位はこちら、玉見せとなっています。もうまさに黒リナミの味方、ヒーロー。もう本当に強いキャラです。僕も黒リがいない時ずっと玉見せでした。はい、覚醒スキルはね、追い打ちを持っているというキャラでね。まあ、追い打ち持ってるんで非常に強いんですが、何よりスキルですね。6ターンの間回復力が3倍、6ターンの間回復ドロップが少し落ちやすくなる。最大8ターン。これが超強いんですよ。6ターン回復力3倍にして、挙句、その後2ターンはスキル貯めれば、もうそれだけでまた6ターン。3倍になるというね、何言ってるか分かんない超強いキャラクターなんですよね。回復も振りやすくなるから、まあね、ドロップの供給も間に合うという感じで、非常に強いキャラでしたね。僕はよく使っていました。リーダースキル自体はそこまで強くないんですが、ほんとスキルだけで、第4位という風になっています。はい、一応ですね、武器も悪くないんですよね。チーム回復強化2つで回復力底上げして、回復強化で、さらにね、回復力を上げているというね。しれっと回復力に特化した武器なので、意外と悪くないんじゃないかなと思います。まあ強いですね。はい、ということで、第3位、ゴアマガラとなっています。覚醒スキルは7コンボ強化に無効貫通と。で、スキルのこの恐竜ブレスかななんだけど、バインド状態と覚醒無効状態を全回復、お邪魔毒爆弾ドロップ、エンドロップに変化。これがね、8ターンで打てます。スキルも8ターンなんだけど、8ターンで打てるスキルにしては、バインドと覚醒無効全回復できて変換できるから、闇属性パテで強い。で、リーダースキルもね、闇属性の攻撃力と回復力が2倍、ドロップ操作を2分延長、4色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が 7.5 倍。17.5×17.5 倍なんでね、まあまあ軽くてますよね。はい、まあね、ゴアマガロの強さはそれだけじゃありません。こちらですね。回復キラーに闇ドロキを2つ、攻撃強化っていうね、今までの武器より完全に上位効果になってしまうね。この武器。プラス、スキルがね、13ターンなので、溜まりづらいと。ショーテル武器が10ターンだったんですけど、それが13ターンになってるという点からね、まあ代用として、というより、まあそれ以上のものとしてね、使えることができるんですよね。という点からそこら辺も評価して、第3位はゴアマガロという風になっています。はい、ということで、第2位はセルレギオスという風になっています。覚醒自体はね、強い4つっていうね、まず強いめっちゃ出てね、まあ強いキャラではあるんですが、まずスキルが5ターンの間1コンボ加算される、代用がないキャラなので、尖っているスキルとなっています。まあそれだけじゃないんですよ。もちろんね、このキャラの強いところはリーダースキルにあります。光属性の HP と攻撃力が2倍、7コンボ以上で攻撃力が5倍、ドロップを消した時攻撃力かける50倍の追い打ち。という点からね、アメンパーティーですね。アメンパーティーとの組み合わせがそれなりに高いので、周回としてこれから使っていける可能性が十分あり得ると思います。で、さらにね、まあ、これ余談なんですけど、聴覚性で2A、まあ、今回はま、聴覚性の判定は入れないでおこうと思ってるんだけど、聴覚性で 2A をつけれるので、2A 武器をつければ 2A6 個持ち。で、かつ攻撃力が4083とね、まあ、ロシアの次にぐらいはね、強いキャラとなっているので、まあ、そこら辺での活躍も見込めるという点を踏まえて、今回は第2位はセルレギオスになっています。はい、で、さらにですね、こちらの武器なんですが、テープ耐性に、自動回復4つなんですよね。で、今現状、テープ耐性武器って多分非常に、スキルターンが短いキャラがね、テープ耐性として多いと思うんですが、このレギオンがね、18ターン、ターン数1ターンだったら、ね、レベル1の場合は18ターン分に余裕があるので、かなり余裕のある武器として使えると、自動回復が状況によっては弱くなっちゃうかもしれないけど、基本的にそこまで邪魔にならないと思うんでね、そこら辺が非常に強いんじゃないかなと思っております。はい、そして第1位はね、ブラキディオスになっています。まあ、そうだよね。なぜ強化された？覚醒スキルは悪魔キラー2つ持っていて、なんでコンボ強化を持っている。で、さらに潜在覚醒で悪魔キラーをつけれます。で、攻撃力が4623。超高いです、これは。マルチブーストとかがあるキャラならね、もう少し高いキャラはもちろんいっぱいいるんですけど、マルチブーストなしのキャラとしてはかなり上位に来る火力の高さです。4623。しかもこれまだ潜在覚醒つけてないんだね。で、スキルが、敵一体に攻撃力かける300倍の光属性攻撃、最上段横1列と最下段横1列をお邪魔ドロップに変化。16ターン。これ2ターン縮まったんですけど、16ターンでこれが打てるのは異常です。わかりやすく言うと、これ16ターン溜まれば、138万6900ダメージのブレスが打てます。この状況で。やばくないですか ?16 ターンで。で、リーダースキルはね、光と火属性の HP が 1.5 倍、攻撃力は 3.5 倍、お邪魔の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が4倍と、まあ普通に使う分には弱いですが、ランキングダンジョン等では使える可能性もあるというね、非常に強いキャラとなっています。はい、そしてブラキディオス武器ですね。光ドロキを4つに HP80% 以上強化。
なんとこの前追加されました。 HP80% 強化が常に強かったのに、そして攻撃強化というふうになっています。でスキルは一緒なんでね、アシストできる16ターンのブレスとしても使えるし、光ドロ強の要因としても使えるし、 HP80% 以上強化の要因としても使えてしまう。使い道が3パターンあるキャラが弱いはずがない。しかも進化前のね、普通のモンスターとしても強いという点を踏まえて、今回は文句なしで俺は第1位でブラキディウスを押します。超絶強いだ超絶強いキャラという風になっています。文句なしで第1位です。続いて星7ランキングやっていきましょう。今回のメインですね。はい、ということで星7最強キャラランキング第7位は山つかみですね。いや新キャラなんだけどね、覚醒は烈強化3つに無効貫通と悪くないんだけど、スキルが1ターンの間落ち込みをしなくなる全ドロップを着てヒルドロップに変化が、これから16ターンのスキルマが11ターンです。まあ11ターンの2色じゃ悪くないけど、落ち込みしなくなるってのはちょっとねあれだよね。でリーダースキル木と光を同時に6個以上つなげて消すと攻撃力が2倍、2コンボ加算、貴族戦の HP が 1.5 倍、攻撃力が6倍、12倍出て2コンボ加算プラス2コンボ加算で、リーダーフレで4コンボ加算、攻撃力も144倍、 HP は 2.25 倍、悪くないに見えるんですが、木と光を同時に6個つなげれないですね普通は。でスキル使い続けるかって言われたらなかなか厳しいものがあるので、今の環境においてほとんど使えません。周回として使える可能性はこれから全然あり得るキャラなんですが、それはあくまで可能性。今回のランキングにおいて可能性で順位をつけるのもダメだなと思ったので、今回は第7位は山つかみとなっています。まあ武器はね強いんでね、見ていきましょう。はい、これだけね山つかみに文句言ってますが、武器は強いんですよね。レース強化2つにスキルブースト武器、さすが最近出たキャラって感じですね。で攻撃強化とでスキル自体がね2色陣、木と光の2色陣、まあ落ち込みしなくなる2色陣というところからね、周回としてアシスト武器として使える可能性はかなりあると思います。まあね、レース強化2つがねいるいらないか置いといて、スキルブースト武器っていうのは非常に需要が高いキャラとなっているので、武器の評価は非常に高いですが、ちょっとどうしてもね本体の方がね使いづらさが残っているという点を考えて、今回は第7位が山つかみという風になっています。ようやく俺の作ってるキャラが来ましたね。第6位はアカムトルムという風になっています。こんな感じですね。覚醒スキルが7項目強化2つでスキルブースト2個持ち悪くないですね。でスキルがドロップの6状態を解除、全ドロップを火、木、光、闇ドロップに変化7ターン。これ悪くないスキルですね。非常に強いと思います。はい、でリーダースキル控えめを6個以上つなげて消すとダメージを軽減、攻撃力が4倍、4色以上同時攻撃で攻撃力が4倍、1コンボ加算、つまりリーダーフレンドで256倍出てダメージを軽減が2つあるという感じで、1コンボ加算なんでね、リーダーフレンドで2コンボ加算されます。はい、まあリーダースキルね強いようにも見えますが、結局は軽減しかないので強い攻撃には耐えれないと。で火力自体も7個も結構あるからそれなりに出るんだけど、結局そこまで強くない。今の時代多色パーティーのリーダーは流行っていないので、そこまで流行らないという現実があります。でさらにねサブとしても使えるかって言われたら、アカムトルムを絶対必要とする盤面がすいません僕にはあまり思いつかないです。正直7個無許可2個無許可なんて今いっぱいいるしね。まあ攻撃力4416は悪くないんだけどな、実際そんな使わないと思います。まあ超覚醒は今回評価にあまり入れないでおこうと思ってはいるんですが、入れても無効貫通って感じはありますよね。という点からやはり少しね残念ながら第6位となっています。買いが効くキャラはあまり強くないんですよね。ただね、アカウントルーム武器はね、悪くないです。これは強いです。チーム HP 強化、チーム回復強化、暗闇耐性3つ、攻撃強化っていうね。これ自体は非常に悪くないスキルなんですが、これもね、そうですね。HP は回復強化は悪くないんだけど、12ターンでね、スキルが溜まってしまうという点がね、少しだけ残念かなと思います。ただ、この武器自体はめちゃくちゃウルトラハイパーもちろん強いです。チーム HP 強化、チーム回復強化、暗闇耐性3つって他のキャラと代用効かないんでね。という点を踏まえて、やはり山つかみよりかは少し活躍できるんじゃないかなという点を考えて、今回は第6位がアカムトルムという風になっています。はい、そして第5位は天妻鎹となっています。覚醒スキルが7コンボ強化3つに追い打ちとね、まあ小学生入れたらですけど、まあ火力も出せると。追い打ちキャラとしても優秀。そしてバインド回復持ってるんで、シレットバインド回復もできる。で、HP が 12,298。高すぎ。いや、高すぎ。もう露骨にサブとしての使い道がある、この高さですね、HP の。で、攻撃とね、回復は少し控えめですが、やっぱり HP 高すぎるし、7コンボ強化3つあるから意外と火力も出せると。で、スキルが、大竜巻、大竜巻かな、ごめんなさい。ドロップのロック状態を解除。闇ドロップを水に、木ドロップを回復ドロップに変化。このスキル自体はね、6解除で変換だけだからそんな使えないと思いきや、8ターンなんで、まあ一応ね、アシストを何かアシストするという点からね、サブとしての活躍が見込めますと。まあリーダースキル自体はドラゴンと体力2つの攻撃力と回復力が2倍、水の2コンボで攻撃力が5倍、3コンボ以上で攻撃力が7倍と、196倍で回復力4倍っていうだけなんでね、別に使えないんですが、やはりサブとしての性能が非常に高い、今現状使えるパーティーがあるという点を考えるとね、第5位は天妻鎹となっています。
はい、一応武器ですね。武器はチーム HP 強化2つに L 字消し攻撃ですね。まあ実際そこまで使えないっていうのが現状かな。まあ悪くはないけどね、もちろん。で、スキルも一緒なんでね、実際なんかそういうのが刺さるパーティーじゃないと使えないっていうのがあると。まあという点を考えると、やはりね、天妻勝ちは1体ゲットしたらね、サブ用として置いておくのはあり。ただね、2体目以降はまあ公開に出しちゃっていいんじゃないかなと僕は思っています。てか1体目もまあ、水属性使わないなと思う方はまあ公開に出してもいいんじゃないでしょうか。ただ HP12000 ということをね、お忘れなくという感じで、第5位は天妻勝ちとなっています。はい、そして第4位はネルギガンテですね。まずね、覚醒スキルがスキルブーストプラスに、闇ドロキを3つに追い打ちと。でね、ちょっとこれに関してはね、周回キャラなんでね、ちょっと評価に入れざるを得なかったのが、やはりスキルブーストプラスですね。あんま入れたくないんですけど、やっぱこのスキルブーストプラスはやばいですね。で、スキル、左端立て1列を闇ドロップに、右端立て1列を回復ドロップに、4ターンの間闇ドロップが少し落ちやすくなるが、ターン10ターンです。はい。左足闇ドロップ、右足回復ドロップ、そう、ルシファーと同じスキルが、HP50% 減らすとかもなしに打てるんですよね。4ターン内闇ドロップが少し落ちやすくなるのもね、闇ドロ強なんで闇属性パーティーとしては悪くない。リーダースキルはね、HP50% 以上でダメージを軽減攻撃力が4倍。強化ドロップを含めて攻撃した属性の攻撃力が4倍。まあ一応軽減をね、2つ貼れて挙句256倍出るので、まあ火力も悪くないですが、何よりこのスキルですね。このスキルが非常に優秀で、さらに今回スキルブーストプラスがついたことによって、サブとしてもね、活躍が正直できてしまうという点を考えるとね、今回は第5位、明確に使い道があるネルギガンテが5位という風になっています。はい、そして武器ですね。武器が超強いです、モンスターハンター。スキルブーストに闇ドロキョっていうね、この覚醒自体も悪くないんですが、スキルが左端立て1列を闇に、右端立て1列を回復ドロップに変化。っていうの、このスキル、思ったままスキルブーストつけれるんですよ。もうぶっ壊れ武器です、これは正直。周回パーティーとして未だに全然活躍してます、実装されてから。もうこのキャラを持ってなくて組めなかった周回パーティー僕たくさんあるので、それを知っている点も考えて今回はもう第5位はね、明らかにこの強い武器を持っているネルギガンテが第4位となっています。ということで、栄えある第3位はジンオーガです。はい、覚醒スキルがね、7コンボ強化にスキルブースト、スキルチャージと。で、一応超覚醒でスキルブーストプラス、7コンボ強化、10コンボ強化を持っています。で、スキルですね、1ターンの間ダメージ吸収を無効化、全ドロップを、5色変換ですね。火、水、木、光、闇ドロップに変化っていう風になっています。5色変換プラスダメージ無効なんで、非常に強いスキルと。で、リーダースキルがね、しれっと強化されて、5色同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が6倍。7コンボ以上でダメージを軽減攻撃力が3倍とね、シレット軽減2つ持ってて、18倍出るので、実は強いキャラとなっています。でさらにね、最近潜水というキャラが実装されて、このリーダースキル、76マス8コンボ以上で攻撃力が 3.5倍、4色以上同時攻撃でダメージを軽減攻撃力が3倍というね、組み合わせもまあまあ強いというところで話題になりましたよね。はい、でさらに強化されたジンオーガ武器なんですが、指延長、スキル封印耐性、毒耐性2つ、攻撃強化っていうね、毒耐性2つにスキル封印耐性持ってるんですよ。で、シレット指延長持ってる、強い。で、かつアシストできるスキルが1ターン内でダメージ吸収を無効化して、全ドロップを5色変換っていうね、吸収無効プラス5色変換っていう非常に強いスキルとなっています。まあ、この武器がね、非常にね、強いというところを考えると、今回は第3位、明確に使えるジンオーガが第3位という風になっています。はい、ということでね、今回は第3位まで話しましたが、残りはミラボレアス、こちらですね、ミラボレアスと第2位、残りがディアブロス、どちらかが2位でどちらかが1位という風になっています。まあどちらが2位なのか、まあ想像できない方も多いと思いますが、ということで、モンスターハンターコラボ星7キャラランキング第2位はこちらです。はい、ディアブロスですね。76の超強いやつです。さすがにね、超覚醒も評価に入れていきます、ディアブロスは。覚醒スキル、7コンボ強化、ガードブレイク、バイン耐性というね、まあこの主要のね、強い覚醒だったんですが、さらに強化でね、7コンボ強化、スキルブースト、テープ耐性、まあ7コンボ強化つくのが非常にでかいですよね。ディアブロス本体で火力が出せるようになった。でさらに神キラーつけるんで、まあそこも悪くないですよね。で、レベルは110にすると、HP6615、攻撃力4448、回復力926、超強いんですよね。わかりやすければ、さっきのアマツが2600だったんで、攻撃力が。だいたいアマツの7コンボ強化3つ持ちと同じ火力が出るんですよね、ディアブロスは。その点から考えると非常に強いこともね、わかるかなと思います。で、スキルが全ドロップを強化。敵の最大 HP25% 分のダメージ。まあね、もちろん強いスキルであるんですが、まあ問題はそこじゃない。リーダースキル、76マス。8コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が 8.5 倍。このキャラね、実は前とリーダースキル変わってないんですよね。うん、リーダースキルもスキルも強化されてないしね。でね、まあじゃあ弱いのか。そんなわけではありません。7×6 マスっていう時点でまず強いし、8コンボすればダメージ軽減、攻撃力が 8.5 倍。これが、
本当にやばいんですよ。コンボすれば OK、 それだけのキャラなんですよね。もうとにかくそれが強いという点を考えて、もうね、強化されなかったから弱いなんてことは僕はするつもりないです。強化される前から強いので、今回強化がなかったのは僕妥当だと思ってます。これ8コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が10倍になったらパズドラの環境壊れる可能性まである、そんぐらいにぶっ壊れたキャラがこのディアブロスというキャラです。これは間違いないです。という点を考えて今回はね、リーダースキルが非常に強いという点を踏まえてディアブロスが第2位という風になっています。はい、ちなみに武器は、2ウェイ武器です。2ウェイに、闇ダメージ軽減、ヒドロップ強化、ミドロップ強化、攻撃強化と。で、スキルは全ドロップ強化、敵の最大 HP25 バフのダメージ変わってないですね。ただ正直これに関しては、まあ今正直リーチ武器が出ちゃったので、まあ実際そこまで武器は強くないです。ただもう間違いなくこれが強すぎるので、文句なしで第2です。ということで第1いきましょう。なんかちょっと面白い茶番考えてたんですけど、どちらもボスになったので、コクリ、うわ、ミラボレアス。ミラボレアス、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 ミラボレアス。第1話、こちらです。はい、お坊ちゃまですね。友達。はい、ということで第1話、皆さん納得だと思います。使ったことある人なら間違いなく納得すると思います。ミラボレアスですね。強すぎたキャラです。はい、確信スキルが無効貫通2つに、L 字式攻撃3つ、そしてスキルブーストプラスと悪くないスキルですね。そして、超学生はね、雲耐性、テープ耐性、スキルブーストがつけれます。スキルなんだけど、ドロップのロック状態を解除、L 字型に闇ドロップを2つ生成というね、スキルですね。まあ、これも非常に面白いスキルで、L 字2個作ってくれるんで、簡単にミラボレアスの火力が出る。さらに6解除もあるんで、ね、いつでも火力が出せると。で、リーダースキル。闇属性の HP が2倍、攻撃力が5倍、ドロップ操作は2秒延長。闇の5個 L 字消しで受けるダメージを軽減、攻撃力が3倍。225倍出て、HP は4倍、ドロップ操作は4秒延長。そしてダメージは軽減。ダメでしょ、運営さん。で、さらにサブに、こちら、クルーリが入ると。クラリループというのがね、あるんですが、6ターン内で最大 HP40% 回復。これ2体入れると永遠にループするんですけど、これによって、毎ターン HP が 40% 回復し続けます。まあ、HP2 倍のパーティーで、毎ターン 40% 回復し続ける。で、かつダメージの軽減もある。どれほどやばいことか伝わるかなと思います。というキャラがミラボレアスで、多分、ミラボレアスにクラリ2体入れて使えば、その瞬間強さはわかると思います。ぶっ壊れです、完全に。ただ、パズドラって、やはりリーダーとして強いキャラって、いずれ廃れていくんですよ。ほんと、ディアブロスがマジですごくて、あれずっと生きてるけど、それ以外ほとんどもう廃れていってるんですよね。で、ミラボレアスもいずれ使えなくなると思うんですが、それ以上にやばいのが、ミラボレアス武器です。なんと、あれだけ強いくせに武器として超強いです。ただ、ミラボレアスがやばいのは、そこじゃありません。一番やばいのは、間違いなく、ミラブレイドです。この武器が異次元に強いです。武器が強いキャラっていうのはね、後々使えなくなるっていうことがかなり少ないことがね、傾向的に分かっているので、かなり将来性の高い武器です。覚醒スキルですね。アシストできる覚醒として、L 字消し攻撃、毒耐性2つ、お邪魔耐性2つ、攻撃強化。つまり、毒耐性 40%、お邪魔耐性 40% で L 字消し攻撃がつけれるんですよね。で、さらに、リオレイヤー武器はね、ナルガクルガ武器っていうね、先ほど紹介した星5のキャラクターをね、組み合わせると、毒耐性 100%、お邪魔耐性 100% が3枠で簡単に作れてしまって、かつ L 字消しも作れると。アシスト3枠で、毒お邪魔 100% 耐性なんですよね。とんでもない武器です。で、スキルもね、15ターンなんで比較的溜まりづらいですし、溜まったとしてもね、まあ言うて L 字消しにね、闇ドロップを2つ生成、ロック解除っていうね、まあ、悪くはないスキルなので、パーティーによってはもはや溜まってもいいという状況もかなりあります。という点を踏まえるとね、やはりミラーボレアス武器が強すぎるので、今回は第1話、もう一択でミラーボレアスです。はい、ということで今回はね、星7キャラランキングまで作らせてもらいました。まあ僕の独断と偏見ですしね、これ2時間ぐらいぶっ通し今撮ってるので、ちょっと体力的にもきついんでね、神々だったところは許してもらえればなと思ってます。すいません、本当に。まあということでここまでが星7キャラランキングになっています。ここからは武器ランキングですね。あまり長く発表してもあれなので、トップ5から発表させてもらおうと思っております。ということで武器最強ランキングやっていきましょう。はい、ということで第5位はアカムトルム武器ですね。チーム HP 強化、チーム回復強化、暗闇耐性3つということでね。暗闇耐性で敵の攻撃ね、暗闇を弾ける上に、チーム HP 強化とチーム回復強化でパーティーのステータスを底上げすることができるというスキルですね。覚醒スキル自体は非常に強いんですが、少し残念なのがスキルターンが12ターン。12ターンで溜まってしまうんですよね、スキルレベル1でも。スキルマの場合は7ターンで溜まってしまいます。そこだけが少し弱点なんだけど、まあ、溜まっても一応ね、変換プラス6解除っていう悪くないスキルではあるので、まあその点を踏まえ、今回第5位は赤ムトルム武器となっています。はい、ということで第4位は人王が装備ですね。まず覚醒スキルが指延長、封印耐性、
毒耐性、攻撃強化っていうね、無駄がないスキル、無駄がない上に、毒耐性2つでね、毒を弾けて、封印耐性も一応つけれる。で、指延長が何より強いんですよね、地味に。0.5 秒延長なんでね。っていう覚醒スキルをアシストできる上に、スキルターンが1ターンの間ダメージ吸収を無効化する。全ドロップを火、水、木、光、闇ドロップに変化っていうね、5色変換プラスダメージ吸収無効と。まあ、貯めたくない場合だったらね、29ターンのね、超重い29ターンのスキルとして使えますし、でスキルマンの場合はね、24ターンなんで、吸収無効要因としても使えるという感じで、非常に使い勝手のいいキャラとなっています。まあ、この強さを評価して第4位は陣容が装備となっています。はい、ということで第3位はネルギガンテ武器ですね。先ほども紹介した通り、もう周回において最強の武器です。まずアシストできる覚醒がスキルブーストに闇ドロキを攻撃強化、まあスキルブースト武器ですよね。それだけで強いにもかかわらず、スキルが左端立て位置を闇に、右端立て位置を回復ドロップに変化っていうね、まあルシファー的なスキルですよね。まあ追い打ちを組めて、かつ闇の五個消しができると非常に強いで、かつ4ターン内で闇ドロップが少し落ちやすくなるというね、一応おまけもついてるって感じです。非常に強いスキルブースト武器という時点で強いにもかかわらず、追い打ちを簡単に組めるこのスキルを持っているから、間違いなく強いんじゃないかなと思います。はい、ということで第2位ですね。第2位はこちらです。でん、クラリチュレイピア、リオレイヤ武器ですね。もう言わずもがな超強いキャラなんだけど、当然ね、ランクインしています。第2位ですね。毒耐性3つ。ただそれだけです。ただそれだけで超強いキャラですね。毒耐性3つだけじゃなくてね、さらにスキルも敵全体を超猛毒にして、敵の行動を2ターン遅らせるっていう形でね、遅延プラス毒というね、非常に使い勝手のいいスキル、溜まっても使えるスキルがついているというところを踏まえるとね、やはり毒耐性武器としては非常に優秀なんじゃないかなと思います。という点を踏まえて今回は第2位はクラリチュレイピアです。もう毒耐性が強い。ただそれだけで第2位です。ぶっ壊れ星5キャラ。はい、ということで第1位の発表ですね。もう気づいてる方が多いと思いますが、第1位はこちらです。ミラーブレイド、ミラーボレアス装備ですね。もうね、やばいよこの人は。もうこの人じゃない、ごめん、武器はやばいよ。だってさ、アシストできる覚醒で L 字消し攻撃、毒耐性2つ、お邪魔耐性2つよ。強すぎません？もうそれだけ強い。なんかおまけで一応攻撃強化もついてるっていうね、ちょっとおまけ程度で強すぎるんですよね。で、これ闇属性のね、キャラにアシストした場合、攻撃力4595に、アシストボーナスが乗るんでね。まあまあ攻撃力上がりますからね、これしれっと。っていう感じで、とんでもなく強いです。で、闇属性のパーティーだったら、このスキルもね、ドロップのロック状態を解除、L 字型に闇ドロップを2つ生成ってね、溜まっても問題ないです。無効貫通組みやすいしね。で、さらに、溜めたくない場合はね、15ターン以内に、そのね、溜まる前のスキルを使っておけばいいという感じでね、非常に使い勝手がいいスキルターン、そして覚醒スキルという点を考えてね、今回は第1位は一択でミラーブレイズです。もう、ミラーボレアスがどれくらいやばいかということが伝わればいいなという動画であったかもしれません。はい、ということで今回はね、モンスターハンターコラボのね、最強キャラランキング作らせてもらいました。まあ、僕の独断と偏見入りまくってましたがね。まあでも多分、どんな人が作ってもこんな感じのランキングにはなると思います。ただね、皆さん一人一人のプレイスタイルによって強いキャラはもうどんどん変わりますのでね。ぜひ僕のランキングだけをね、すべて参考にするわけじゃなくて、聞いたキャラのね、ちゃんと見てあげて使えるかなっていうのをね、考えて使ってもらえればなと思います。はい、まあということでね、ぜひ面白かったらチャンネル登録と高評価をぜひ必ず忘れずにお願いします。後々ね、最強キャラランキングの全キャラバージョンも作らせていただこうと思ってますので、よかったらお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。